本動画をご覧の皆さんお越しいただきありがとうございます小龍斎です本日はジャシンちゃんドロップキックダッシュ第7話を称してリアクション収録していきたいと思いますよろしくお願いしますでは行きます3 2 1 5今日もストレートにオープニングからですねこれねオープニング時としてバイオレンスの 入れぞ。やっと出ましたね。いつの間に出てたんだろうなぁ。あと、通常版もね。まあ、これは前にもお話しましたけど、あの、楽曲のリリース日の選定とか、あと、オープニングとエンディングとでのズレとか、あれはなんでで、ああ、なるのかわかんないですけどね。まあ、とりあえず入れぞ出たんで、速攻で買ったのと、あと、 今お休みになってる放課後堤防日誌のねオープニングとエンディングも欲しいななんて思ってるうちに本編の方がまあ私が見るの遅かったっていうのもあるでしょうけどそっちの方がお休みになってからやっと発売されてで両方ともハイルゾも同時だったんでもうハイルゾの方で最初から買いましたけどまあ今期は本当に いいい楽曲多いっすねまあ私が見てる4作品の中でってことなんですけどどの作品ともどれか買わせていただきました邪ゃちゃんはねあとは「ラブサティスファクション」が出ればなんですけどこれはやっぱり前に CD の発売日調べたのと同じぐらい遅くなるんだろうかおおピノなの ああそうなんだ自分で作ったんだすげえな邪神ちゃんに匹敵するんじゃない美しさ呼び方ではいああまあでも確かに立派なもんだな確かにもんだびっくりしたそういうことはで誰はいはいどうぞまあどうどういうんだゆりねとはちょっと <laughs> <laughs> まあそういうことになりますよね <laughs> いやそれで別に全然そ <laughs> まあねあのー、フランス料理店とかねあと中二病のねたえはあそらそうでしょうねえそんなだったのまあ聖なるなんてね ああえすごいなんか信じらんないぐらいまあユリエに対してはね特に何もないですから全然いいですけどこの人どう見てもあれですけどね大丈夫かな大丈夫じゃないですよね <laughs> これもやっぱ名ドラゴンを思い出すんだな <laughs> めっちゃ可愛らしいですけどねどっかの誰かさんよりはるかに可愛らしいな今回ベイトの 女の子の方はいないですね。ユーニアに対してなんで、まあでも普通なんだけどさ。<laughs> これガブリーズで見たな、この光景は。あの誰かさんね。その誰かさん、サターニャさんと違って直撃はしなかったですけど、何したらこんな、<laughs> 何やったらこの音なのほう。イヤホン <laughs> 俺何なのそれ <laughs> そうなんだ。そんなにイヤホン爆音で人に聞かせるぐらい好きなんだ。好きすぎるとそういうことになるんだ。気をつけましょうね。そうみたいですね。それだけ置いてはい。さよならずってね。<laughs> お見苦しいというかはい。大変にあのー、はい大丈夫なんですか。お取り込み中っぷりが半端じゃなかったですけどね。いやすごいですね。 何なのこいつのあのいたずら爆音でイヤホンでうんはいそうみたい青木衣あっそれ違うんですよあのー、そっちじゃないんすよはい <laughs> そうっすねこれさーまあまあそのまま字幕化されればわかるか一瞬でうん <laughs> 急に急にやめて <laughs> ああそれは確かにでも <laughs> じゃあ新さんじゃないんだから <laughs> <ゃあ S 1> <laughs> はいいいっすねそうなんですよねうんでもね割とちゃんとあそこを気遣って律儀にそう呼んでる人もいるわ蛇使いね <laughs> まだ、まだずーっとね、壊れっぱなしっていうね。はい。もうドアぐらい大破しても誰も気にしないって。うん。ヘビ使いちゃね。おぉ、ありましたね。ありましたね。忘れてた。うん。そうなんすよ。ね。なんか言ってんな、ぐらいの。おぉ。 ああ、そういえばなんか、いつだっけな、これ聞いたのはい。ああ。そうなんだ、へえ。そっか、よりね、さそり座か。まあ、わからんでもないな。うん。じゃあ、ちゃん何座でしたっけそんなんありましたっけまあ、さすが、作るのに慣れてる人は、表現も巧みだな。つぼ押さえてんな。 いやー、うん、そうっすか。もうこれは事実みたいなんで、はい。信じられないけどね。うん。<laughs> なんで略したんだって、攻撃。ああ、ベニの弾。ああ。まだ代わりに人差呼びなんだ。へえ。天使ら、 <laughs> まあはい全然実力に見合った自信だと思いますいやすごいなあここどうしたこの2人おへえ人間界ではいおおええ湯煎なの湯煎焼きすごいはい知らなかったはあ うーんこの2人でお菓子トークしたらめっちゃ盛り上がるんだろうないやーすげえわそん,そんなにあそう美味しいですかうんいやだってこないださいやそうそうそれうんいやーちゃんと覚えて <laughs> 醜いなんて聞き苦しいうん、汚い最低こいつ。頑張ってください。いや、切磋琢磨ですね。お互いにこうやって刺激を与え、磨き合うというね。なほな。うん。うん。リベン、びっくりした。何どうしたのあ なんで食べたのまあ可愛らしかったからあの笑顔は裏切れないってかうん、うん、何回言うんだよ3回目だぞこれでうわーシーチキン目線 <laughs> じゃないんだけどねほうほう何だったんだ今 <laughs> いや、ゴミ、人にね、うん、ゴミにしか見えないものも、買う人、ゴミでも価値あるやつ。ほう。でもね、ああいうのって、偽装がたくさんあるから。<laughs> うん、落語でこんなのあったな。ああ、なんだ、この人か。暗号とかじゃないのね。 細かいけど、ペルさん爪黒なんですね。あ、はあ、でも買うやついるんじゃないいや、いるいるいる。絶対いる。あの、たまたま存在する不調に、ほら、合致しちゃって、偽装名だと思って買う人いるかもしれないし。誰だろう。うん。まあ、そんなもんじゃないですか。でもこれもね、今ね、マスクの転売でどうへ <laughs> もう壮絶な話題になってましたよね振りまけのこんな時に限って本当にまあ勝手にこっちが結びつけてるだけかもしれないけど連想させるものがあんな <laughs> あの黒いマスクもねそんなこと知らない時期に作ったはずなんだけど売り物です <laughs> <laughs> す ものすごーくストレートな反応売り上げの一部をなひっと手伝わしといて <laughs> あまりにもかき離れすぎててはい何だったんですかね買ったやついいのかな しまっ管理人さんだった19%円ですねはい <laughs> まだゲいやもうもうもらわなきゃいいじゃないですかなぜ逆らえないですかあなたはあ、いただきまーす後で美味しくいただきますんで <laughs> 何がおかしいんだよこいつ お前なまあ、うん。外食は外食で。いや、ゆりねさんねこの人が払うお金ってどっから出てるかご存知ですかご存知なかったらご説明申し上げますけど。は邪神、邪神一体。 まあ100%パー生き物 <laughs>。魔物はいても生き物はいないですか。おはい。やばい。正当な、正当な取得の権利を与えて。いや、あんたも早いですね <laughs>。流れるように。 <laughs> そら、そうだよな。すぐわかんなかった。こっちが間抜けだった。うわ、ちょ、なんでも混ざっちってんのか。うわ。まあ、買われてしまったからな, <laughs> な。なんで、なんでまたさらわれてんのってね、これ予告だったやつですね。あ、こ、あ,あ、くそ、わかんない。相変わらず試されるぜ。あ 好きだなパンダ人間へえ T シャツでもねどんだけ才能あるのいろんなエコの人あ意外だえ昔なのえー、それ邪神ちゃんが <laughs> ボンボン <laughs> ボンボンが読む雑誌名はボンボンですかもしかして読んどあでもあれ邪神ちゃんさんがモデルだったんですね はいできてる最初 <laughs> の腕を見せるのもねやっぱりプロモデラーのうんい,いや <laughs> 色塗りも腕の見せ所ですよモデラーの邪神ちゃんさんえそうでしたっけうん <laughs> 早いだろうね <laughs> かつてないほど早いだろうね。うん、プラも今日。ああ、まあそうっすね。まあ、これはこれですごいですよ。絶対ギャップできますしね。どんな成功なやつでも。まあ、そりゃそうでしょうね。おお、組みつけるだけ。え、すごい、すごい、すごい。変わらしい。 そんなことしてたの。えすごい意外なんだけど。そんな手先器ようっていうのも予想してなかったし初めて知ったしプラモデルね。はあ <laughs>。自分で行けよそんな急いでなったらその頃からか。<laughs> でもいつからプラもあるんですかうん。<laughs> だいぶ時間の流れプラモ関係のいいことでは絶対ないねうんなぜ誰も止めないんですか誰か止めてあげたらうんそりゃそうでしょうけどそれをどう防ぐかをなぜ考えないんですかううわーこれもう 1期の時の序盤で割と見たね <laughs> 何なんだよ <laughs> ああんでコッパみ知になるんすか貴様のドロップキックごときで <laughs> 帰ってきた <laughs> いやーもうすごいわここまで来ると伝統芸能だわもう流派できてるよねここに邪神流だな <laughs> 邪神流振りボケツッコミの流れはいユリ根も本当になあまあでも <laughs> 動けないぐらいで殺せるわけないじゃないですか品質でも知らないですよはい <laughs> そら脱ぐだろう接着剤なくても靴は脱ぐんだよ おおほっほなんだろうなんだと二重に貴様 <laughs> ただね、靴下脱いだら、終わりなっていうね。うん、それでも三重に用意してあったら。ああ。<laughs> いやー、素晴らしい。つてないですね。この流れ、二 <laughs> 段目があったとは。ああ。なぜ三段目を用意してるそらそうだろう。 <laughs> 終わった意外でも意外としぶとかったなうん意外と粘った粘ったわあやったあおっとかなるっしょ除去剤とうん掃除させてもらった ああ <laughs> うわあ <laughs> うわうわ <laughs> 一瞬パッと見二人いるようにしか見えないですけどうわかせないなあの背肉ずりの時以来のさまじいな。 風習広すぎ <laughs> ありがとうございます。古書店で働いてんのか。えー、二人いるとは助かるな。ねえ、動けないのに。動けない人の方が。なぜだろう。気味敷いたから。おお。久々だな。エンジンの。返す。そんなことできんすか フなのに <laughs> かなりバカなんですの本当のバカではないちょっと違うお姉さんはがされるとどうなんですかえ出れんのはい。えじゃあ別に出てていいんじゃないえあねえ <laughs> そのくだりスッと様子ああ見たいっすねゆりねまだ覚えてて様子見てこいっておつかいをほうまかえ中国のじゃなくていいんすか中国ってまあいいのかそれは別にうーんん 何クリオコアでびっくりすんの。もち米えれキョンシーってもち米ダメなのええー。もち米ダメなんすかあんまりないな。えー、<laughs> な、なんでそんな弱点のピンポイントのものをたまたまうん。まあしょうがないんじゃないですか。そういうことですね。えあペコラにもあげたの。まあそりゃそうでしょうね。 2つうーんそんなあったっけ <laughs> 全然ギャグの方にうんどうでした今のギャグの方ダジャレの方どうでした <laughs> 気づかれなかったダジャレを気づいてもらう努力ほど虚しいもの <laughs> 全く悪気ないのかな 今の繊維もなんかあれなんですかねトラン市ジョンもうん、うん、気づかれなかった時そうっすね悲哀を今感じる時なんですはははいい言わされんの <laughs> よく言ったねあんたも ゆりねを受けるんだよなこれ謎だな <laughs> ああこれまたうーん謎だなこれねゆりねをなかなかここまで笑わせられるでゆり根だけを受けるっていうね謎だわこの2人の相性あのゆりねさんのねまたあの可わらしい 高洗いもまた好きな人いるんでしょうねほんとねまあでも可愛らしいのわかるんですけどやっぱゆりねさんって頼りになりますねなんかあのみんなで人気になってその笑顔のジフとか払われてるの見てもそうなんだけどやっぱツッコミの時にというかあのうん でも今回は割と可愛いだけでそんなうっとうし話じゃななかったですけどまああの接着剤のくだりとかあのよく分かんない発想一体何を考えてるのか何も考えてないのかまあ自分で言うだけあってとてつもないバカなんだとあそこから出てくる発想あふれ出すものを受け皿なれんのってやっぱユリねさんぐらいしかいないなってよくあれでその場その場で適切に対処できんなということでね まあ今回も割と2人の出番多かったんでそういう印象強いのかなって感じですけどあとねあのー、リアクション関係でいやー吉報が舞い込んでまいりましたねやっぱそういうことだったかと一時期はどうなるかと思いましたけどあ予告じゃなくて「C ー perl」ってたポストクレディットの珍しいな うん半日置いてから食べればえ <laughs> もう包みだけでうん持つでしょ復活って <laughs> なるほどなるほどうんまあ何でもいいですよどんぐらい持つかな <laughs> あの滑った ああよかったですね。もうちょっとゆっくり食べたほうがいいんじゃないですか。ほう。珍しく。ほう。で、さらに。ほう。うわー。また子供の頃の話か。あお母さんだ。先生の。BGM もギリギリだな。今回も攻めてましたけどね。 うわあ、あえまたゾンビだ。な、えはあ、ストックホルムのネタはやっぱり自覚があってやってんのかなそう言われることはありましたけど、その言葉は出てこなかったっすよね。あとあれなんだよ、予告の。ゆりねさんが珍しい格好されてますね。でもね、まあ、中二病でってよく言われてますけど、おしゃれもおしゃれだし、ずっと一貫して、 あの格好ですね。もうなんか、その、これがポポロンちゃんとかだったら、まあそれはキャラがあるから、ノエルという役割からはみ出さないように統一しておくってのあるんですけど、ユリネさんもね、なんだろう、まあ今回は出番が多かったのは,はもちろんあるでしょうけど、ユリネさんの印象強いなぁ。そうでね、さっきちょっと申し上げましたけど、リアクションでランダムランボープロダクションズさん復活されましたね。おめでとうございます。お待ちしておりました。そう、3話までね、上がってて、で、うわぁ、それで、 コピーライトストライクで上げらんなくなってもうダメかと思ってて別チャンネルにたまにやられてるみたいにあげられるかもしくはコピーライトストライクが取り下げられたらアップロード再開されるのかなと思ってたらどうやら後者だったようでいやー4話5話とリアクション動画アップされまして早速拝見しましたけどまあやっぱりこの作品にあのチャンネルさんぐらいぴったり相性の合うところはないですね面白かったわー本当によかった6話も楽しみですね で、まあやっぱりその中でおっしゃってましたし、まあこれは YouTube にアップする側のほぼ限定の情報なんであれですけど、やっぱりあの動画のバックに使ってる画像ね、とりあえず公式のスクショじゃなくて、公式のはサムネだけにされたみたいですけど、ただこれもね、エキゾティックバンカーさんが前おっしゃってましたけど、公式が著作権で狙ってる側が、 どこに目をつけるかっつったら公式の素材でしょうからサムネで使っているだけでも危ないんじゃないとそれも問題にしうるぞということをおっしゃってましたけどさてどうなりますかねこれで大丈夫だったんですけどねこの間もクイーンディジャさんが大量に結構くらってプリンセスコネクトの動画に6ついっぺんにくらったんでもう念のため全部動画を引き下げたとおっしゃっててまあ偉いことなったなと思ってたら今度はスタントさんがやっぱりプリンセスコネクトの動画ででコピーライトの申し立てが複数あったため スタントさんの方は、チャンネル自体が閉鎖されるっていうね。なんですぐサブチャンネル作られて、誘導の動画も上げられてましたけど、さて、私がまだ拝見してない過去のスタントさんの動画も、あっちの二つ目の方に上げられるんでしょうか。あれ二つ目かどうか知らないですけど、次のチャンネルの方に上げられるんでしょうか。お待ちしてますけどね、みたいな感じですね。そうなんですよ。まあ、いろいろと喜ばしいこともあったんですけど、リアクション界隈は、やっぱりね、一シーズンに一回は、何かしらの波乱を迎えますね。 まあ絶対に避けたかったらもう本当に公式のものは一切使わないとか、あと、まあ、その点に関してはドライバーさん最強っすよね。タイマーですからね。タイマーしかないから、ただ公式の画像一部あるけど、まああのぐらいやっとけばもう何も言いようがないだろうっていうね、いろいろございました。で、そのリアクション界隈と、あと海外のディスカッションですけど、あ、そうだ。あとあのね、オリバーさんね、スマイリーウェアクツのオリバーさん、もうご覧になってると。まあ最後までもうご覧になってて、だいぶ前に。 配信自体は一挙にしてますから、もう11話まで、だいぶ前にされたんですけど、この間12話というか、地当選編ね、あれも公開されたんで、あれももう既にご覧になって、で、リアクション動画が早速アップされてましたんで、まあ、今後も、そちらの方も楽しみに拝見していけるという感じですね。あと、ディスカッションの前に、ニコーの方にね、コメントいただいたんで、そちらの方先に拝見していこうと思いますけど、まず4話の方ね、これ4話でしたよね。そう、4話で、 狂犬病がモデルね。これ聞いたことありますね。まあでも、ペストでもそうだし、何かしらその病気、<laughs> 今、ほんとね、流行り病で、まさかこんなに進歩していると思っていた人類が、21世紀になって、ここまで来て、再び流行り病に悩ませるとはね。まあやっぱりこういうことはもういたちごくなんですかね。なんでね、まあわかると。昔なら、あの、武漢ウイルス、 ウーハのバイルスも何かしらその悪魔の仕業だみたいに言われたりまあほとんどその脅し方がオカルト人気に入っている人もいますけど扇動とか脅かしとかまあそういうふうに利用されたりとかそういうふうに説明つけられたりとかあったでしょうしあとそれに尾ひれがついてゾンビだのキョンシーだのヴァンパイアだのいろんな伝説にそれまでは病気っていうね漠然とした存在だったのが擬人化された姿形を持つようになって余計に定着すると。 いいうううこことににねこれもも今回のウイルスも昔だっったたらそういう伝説になったんで、すすかねねっていう感じです、ね、でそれがね、ちょうど、あの、キョンキョンさんね、の、いろんな属性と結びつけられて、ネタにされてたり、まあ、今回でもね、まあ、そういう状況の中で見てるから、無意識にこじつけてるのかもしれないですけど、なんとなくつながりを見いだしてしまうものが、いろいろ出てきますね。で、あと、6話の方のコメントでいただきましたけど、確か、えー、6話。ニコ動6話と、うん、そう、これですよ。 手塚治虫のキリヒト参加って作品のオマージュっていうね。いや、これさ、誰がわかんすか私ね、これ見終わった直後に、それこそオリバーさんのリアクション動画と一緒に前回見返したんですけど、その時に音声だと何言ってるかわかんなかったメデューサのセリフの字幕でキリヒト、キリヒトって言ってるから、キリヒトと思って。で、キリヒトで検索したら、やっとわかって、そう。<laughs> あれ <laughs>、あれ絶対わかんないっすよ。 だからね、やっぱりこの作品も、まあ、これ、リアクションで気づいてって無理ですよね。まあ、これ、リアクションを見て、このネタ、ご存知の方いらっしゃらないと思いますけど、まあ、この間みたいにね、オリバーさんの手元にたまたま、メゾン一刻があったみたいな、奇跡もたまにありますけど、分かるわからけないし、海外のディスカッションでも、誰がしてんのっていうネタでしたけど、ところがですね、海外でいましたね。キリヒト参加って指摘してる人、これよくわかったなぁ。なんで、まあ、 たまにこういう恐ろしい人いるんで、まあそういう意味でもディスカッションを拝見しに行くのを楽しみですし、あと、国内のね、まとめサイト。やっぱ助かりますね。あっちでも、いや、いましたね。キリヒトさんか、ね、これだって、どのぐらい有名な漫画か知らないですけど、手塚作品の中でも、まあでも全然わかりませんでしたわ。各サイトで一人ずつ、やっと触れてる人がいるぐらいでね。ということでした。キリヒトさんかっていうね。で、その元ネタを知っても、そのくだりだけ見ても、なんだかよくわかんなかったですけど、 なぜあそういうことです、たうまああでいととすりがとうございましたあと同じく6話で、邪神ちゃんの生命力考えれば、心配するだけ損だしと、これあれですよね、あのー、最後の終盤のくだりですよね。まあそうなんですけど、まあそもそもあの肉も、ゆり根が冗談で、というかいたずらで、あんな風に言いましたけど、まあそれも後でね、ちょっと触れるんですけど、まあ別に邪心ちゃんの肉じゃなかったですし、ただ <laughs>、あのカラッと揚げられてんのはね、あれも普通に邪心ちゃん輪切りにして食べられたりしてましたもんね。 まあなんで、それを踏まえて、邪ンちゃんさんの、あの、不滅の力を踏まえていれば、ああいう反応で正解なんですけど、あれをまともに人間に当てはめて、冷静に考えると、相当サイコホラーな構図ですけどね、っていうね、あの場面ですね。というのが、ニコドーの方の第6話にいただいたコメントでした。ありがとうございました。あとですね、これはもうずっとわかんない、謎なんですけど、これはね、どこ見てもわかんなかったな。あと、そう、あの、さっきの、キリヒト参加は、各サイトで一人か、 まあギリお二人とかあげてる方がいらっしゃってそっちは割とねうんどこを見に行った人でもこの正解にはたどり着いただろうっていうのがあったんですけどもう一個ああいう元ネタがどこなのかこの先本当にわかんないところから持ってきますよね今回もうーんあの邪神ちゃんがズームアウトしてユリネに切り替わってズームインして場面繊維のところもあれもなんかあんのかなっていうねまあこれも後で見ていくことになるんでしょうなんですけど他にも前回でたった た一,一人だけ。しかも、フォーチャンの最後の方で、あれはどっから持ってきたんですかね、あの人。まさか自分で何かしらの事情でご存知の上で、あれに思い立ったんだろうか。っていうね、死ぬほど細かいネタありました。っていうのと、YouTube の方でいただいたコメントで、あの、ものすごいがいちいちついてる謎についていただきましたけど、うーん。なんかわかんなかったんですよね。あれは誰も言ってなかったですね。ウォルマートのプライベートブランドでグレートバリュー。うーん。 なるほどなるほど。ものすごい価値。トップバリューってこれのパクリじゃないですか <laughs> 今急に思いましたけど。うーん。なんでしょうね。他の似たようなものをどこかで見たような気もするし、あのセンスは邪ゃちゃんらしいですね。ということでね、コメントいただきました。ありがとうございます。うーん、謎だな。後々解けたりするんですかね。ある日急に。あこれあの時のみたいな。意外と元ネタ探し長引く。後で見つけた人がまた戻ってきて、もう一度人をしっきり話題になる。 意外ですよね。これ誰なんだろうな、やってんの。まあ、脚本家会議でいろんな人から出た意見を選別して入れてんのか、筆屋さんかな、筆屋さんが先陣切ってんのかな、っていう感じですね。まあ、そんな感じでね、コメントの方でもいろいろといただきました。ありがとうございます。あとディスカッションの方ですね。えっ、ー、と、これはまず、まあ、これはランダムに立ってるスレからなんで、邪神ちゃんのスレは前から何回か申し上げてますけど、まあ、一遍に11話分、 真面目に立ててしまったレディットマイアニメリストの方は人が集まんなくてでまあでもルールでそうなってるからってことでなすべなかったあの2つとは違ってフォーチャンの方はねもう10ですからじゃあ週1で1話分立てようということで週に1回1話分ずつ立てるっていうねなかなかその需要をとらえるのがうまいというかこの方が一番みんな楽しいだろうということで割と適切な判断が下されるんだよなこういうところはっていうフォーチャンですけど まあその毎週立ってるエピソードごとのスレじゃなくて、邪神ちゃんで検索すると、なんか邪神ちゃん関係の何でもないような雑談系のスレが立ってることがあって、でまあその中で、ただこういうスレはね、下手に覗くとネタバレありそうなんで、英語だったら読んでてもすぐ頭に入ってこないのを利用して、ザーッと流し見で画像は基本見ないっていうね、なるべくザーッと流し見して、ネタバレにならない程度に覗いたりしてますけど、その中で一個ね、またしても、 まあこれは本当にフォーちゃんらしいなと思うんだけど、邪神ちゃんっていうだけのスレ <laughs>。そんなスレでさ、かぶりまくるし、名前が、なんだけどね。まあそういうことはもうあんまり気にされないというスレに、まあ雑談なんでいろんな話題が出たんですけど、割と冒頭の方でオープニングの話になって、ね、今回も申し上げましたけど、ハイレゾ出ましたね。の意味を知りたいっていうね、言ってる人がいて、これは、そういう役がもうあるのかなか、まあこの人が訳されたんじゃないと思いますけど、 どこかからか役を持ってこられた人がいてまあ大体あってんじゃないっていう感じの内容だったんですけどなんで邪神ちゃんはユリネに対してそこまでゲイなのかとまあゲイっていうのはあのあれも日本での使われ方だとねゲイって男の同性愛者のことですけど向こうでは普通に女性同士の間でもゲイって使えますんでまあ要は同性愛的ただのライバルとか友達よりはどっちかっしったら恋愛方向に傾いているっていうことでよく使われますね。 で、なんでなのかと、あいつはハード M なのか、もしくはストックホルムシンドローム事件なのかっていうね。今回の予告でも、とうとう、公式の本編に出てきて、で、それではね、よく言われてましたからね。うん。スネックホルムシンドロームですね。で、彼女はあいつを毎日のように、殺したり、拷問かけたりしてるのに、っていうね。うん。まあ、英訳されてるからニュアンス変わってるんでしょうけど、確かに、こうしてみると、時としてバイオレンスの英訳版は、かなり、うん。ほとんど、 これが邪心ちゃんの気持ちだとしたらユリニに恋してる以外に解釈しようがないなっていうねそういう内容に読み取れますねっていうでそういう英訳詞が引用されててそれに対する感想がありましたとあとさっきちらっと申し上げたオリバーさんのところのコメント欄でねご丁寧に最後の工程についてね、前回あったあれはそこのダジャレをね気づいてる人いなかったかな私が見た範囲ではうん ただ、あの出てきたものに関してはありましたけど、見た目でもわかることとかに関しては。なんですけどね、オリバーさんのところにわざわざ解説された人がいて、最後の工程は日本語でこう読むっていうことと、それがラストエンペラーの最後の工程と読みが一緒だからということを解説されてる人がいて、いや、ご親切ですね。あんまり気づかないですよ。で、多分だけど、前回だと他にもね、わかんないネタ、たくさんありましたけどね。前回にいいないか。えー、あと、 キョンキョンね。うん。ということで、パンダはキョンキョンの妹である。こう来るとは思っていなかった。やっとランランをキャラのリストに加えてもいいだろう。ユリネは正しいやり方でボールに塩を入れる。ねあれは、まあ予告だけでもね、期待されてましたけど、受けてましたし、反応大きかったですね。やっぱりね、と。あと、メイさんね。うん、これも、キリヒト参加のとこなんだよな。なんでそれ持ってきたんだろう。なぜキリヒト参加のこれを、あれかな、原作ではもっと、原作にもっと、 シンプルな形で出てきた何らかのネタに肉付けするときにキリヒト参加でってなったんですかね。うん。わかんないですけど。で、その時のね、メイね、世界中で夢みたいだね。いい理由ではなく。あとあの、ベートのね、そう、前回ぐらいでさすがの私も、前回だったか、前々回だったか。やっとあれ、もしかしたと思いましたけど、ベートね、今まではっきりしなかったが、戻って確認した。<laughs> エピソードごとに、 相方が変わっていいるベイトの天丼ギャグが素晴らしいとうんまあやっぱそうみたいですね。ああやって毎週誰かに変わってくるんだけど、今回も変わりましたけど、あれ完全にあの人ですよね。私はあの作品拝見してないんですけど、そんな私でもあの人の姿形と振る舞いは存じ上げてますんで、大噂は金がねぽかったっすね。まあ多分そうなんでしょう。ね、さっき申し上げましたけど、その、ゆり根のソルト街ですね。向こうではソルトベイっていう名前で、 定着してるみたいですねベイっていうのは最愛の人とかいうね元ネタよくわかんないみたいですねこれ before anyone else 能力っていう説もあるけどなんだろうねなんだけどまあ要は最高に愛らしい人とかよくあのまあワイフとも呼ばれることありますけどワイフじゃなくてワイフあとはまあクイーンディージャーさんがよくおっしゃるベストグルーとかマイグルーとかガーデスとかノーニュアンスかなまあ要は最高に ほれ込んでいる大好きな人みたいな感じがベイ。ソルトベイ。ユリネっていうね。うん。まあこれを受けますよね。完璧なんだよな。このポーズ。<laughs> 仕草、うん。で、これが、日本だと潮ふりおじさん。うん。そう、トルコ人なんですよ。ヌスレット玉地。まさかこの人もこんなことで急に世界中で見向かせると思わなかっただろうな。っていうね。やっぱあそこは反応ありますよね。えー、あと、親父にも殴られたことないのには、うん、やっぱり頼もしいな。 この辺は安定してますよね。海外でも、レディットとか、フォーチャンとかね、かわいそうなアムロっていうのと、さっきのあれガンダムのネタだった、爆笑っていうね。うん。さすがでございます。えー、あとさすがネタ、もう一つですけど、あの、メデューサが気絶するぐらいの、ゆりネのいたずらのところとか、いろいろ書かれてるんですけど、わざわざね、明日たかるぞ、メデューサにっていう、あの ATM の、なぜあれは ATM を毎回、毎回じゃないけど、定期的に、i あいう予するんでしょうか。 わざわざあそこのローマ字の方を引用されて、で、あれがね、英字幕ではオールドマニーってなってて、ああ、なるほど。なるほどだけど、この時はね、なんとかうまい方法を思いつきましたけど、これヒヤヒヤもんですよね、毎回。次何食んだっていうね、訳しにくいネタ。ここを律儀に日本語の方も平気で引用されてる方がいらっしゃいました。えー、あと、で、前回のね、このフォーチャン見に行ってね、そのエピソードのスレがちゃんと立ってて、で、 何時間かおきに更新して見ていくのほんと楽しいですね。そのエピソード6のそれが明けて、まず、今回も再び週一やろうどもの時間だっていうね。だから週一で見る人と、もう全部見ちゃった人といるんですけど、まあその辺の話題も後であります。週一でそれ立てるってね、約束して、で、もうみんなちゃんとそれを頭に予定で入れてて、で、待ってて、立ったら書き込みに来るっていうね。邪神ちゃん中心のスケジュールが1週間に1個。 頭の中にある人たちがこんなにいるっていうね。が当たったんでいろいろと皆さん書かれてますけど、まあやっぱり週1ですれがあるっていうねことは文句言われるというかけなされることもあるんですけど、何なのこのすれみたいな。もうとっくに前は終わってる作品ですよねとか、それこそレディットとかマイアニメリストにこのエピソード6ならエピソード6の話題のすれあんじゃんと、そっちで書けばいいじゃんみたいなねことも言われるんですけど、まあそんなことにいちいち真面目に耳を貸す連中がどうか。えーまず 今回はちゃんと覚えてたからアーカイブされたスレを見なくてもいいんだっていうね。うれしそうなコメントですね。そうなんですよ。私ももう好きな作品のスレは、フォーちゃんも毎シーズン見たほうがいいですね。これは変達の時にね、初動の遅れを後で散々食いたトラウマがありますからね。えーで、一回どっかで邪心ちゃんもありましたけど、まあ前回はね、とにかくメデューサですよね。可愛いメデューサがたくさんいたエピソードだった。まあ。 やっぱメデューサって邪神ちゃんに何かしてあげてるときが一番可愛らしいというか、そのお互いの気持ちを交わしてるときが本当に一番本人も幸せそうですし、一番可愛らしくて輝いてますよね。で、さっきのね、まあ、これはたびたび話題になるんですけど、週一スレが邪神ちゃんのために建てられることに関して、邪神はなぜ他の一気見されてる作品、要は、ま、邪神ちゃんは極端な例ですけど、<laughs> 全話もう終わってるっていうね、配信が。全話もう見れるっていうね。 まあそんな作品は極端な例として、ただネットフリックスとかね、いろんな配信サイトではもう何話か一遍に配信されるってことは珍しくないみたいで、テレビで毎週放映される作品もあれば、ネット限定だけど複数のエピソードをまとめて公開されるっていうね、のもあるんですけど、そういう作品のこともしくは、そういう作品を一気見することをビンジっていうんですね。これは没頭とか短暦するっていう意味なんですけど、 ああいう動画配信サイトでみんなが視聴するのが一般的になってくるとそういうものを1シリーズとか一気見することをビンジっていう動詞で使ったり一気見できるような形態になってる作品のことをビンジ賞っていうんですけどね邪神ははなななぜ他の一気見されててるる作品にはないいまででも当たっんんだそう,いうことなんですよあんまないみたいですね他の作品の週一スレすれがあるかなんて気にしたことなかったからあれでしたけど写真が特別に必要とされるのはどんな理由によるのか BNA。これあれですね。ブランニューアニモンですね。トリガーさんやられてる。うん。ネットフリック監獄とか呼ばれてね。釈放されるまで他の人見れないっていうね。まあでも、あんだけね、出資して、しかも、ここは有能ってね、スタジオとかクリエイターに目星をつけて、いっぺんに制作費を出して、で、独占公開するっていうね。うん。BNA には、週一のスレッドはない。通常のスレッドだけがあって、他のネットフリックスやアマゾンの作品には、週一のスレッドはなかった。そうなんだ。まあでも、これは完全に、 需要ががルルーーにに縛られれずに反映されるのがフォーちゃんでしょうなんで、それは授業次第じゃないですか。だから、BNA とかでも、なぜか毎週一作ずつ語りたいっていう人が複数いたら、週一すれが経って、で、毎週続いてたんでしょう。でも、そうなってないってことは、それを欲する人がいなかったってことなんでしょう。で、じゃあ、しんちゃんはいたってことでしょう。ただ、それだけだと思うんですけど、まあ、でも謎ですよね。もう全話見れるやつを、なぜわざわざ週一にテレビで見てた頃の、 ペースに戻す必要があるのかあともう語りたかったら書くエピソードのそれあるんだから書きに行けばっていうねでもなぜかねフォーチャンでは毎週新たに一エピソードずつ立ててそこで語りたいっていう人が複数いてでそれで一つの作品に沿った流れが成立するぐらいに一定の需要があったってことですねでそれに対する返信でこの作品は本当にいいからさっていうねうんまあそうなんですよ そうなんですけどね。だからなぜ週一でみんな語りたいのか。まあ謎なんですけど、でもなんとなくわかる。私もこのフォーチャンで週一でスレを立てようっていう意見があって、で、誰かが実際にそれを実践してて、で、スレが立てばみんなで集まってきて、本当にそのエピソードの話をするっていう、この流れが成立してるのはすごく助かるし、毎週拝見するのが楽しみで、面白いですね。いや、本当よかった、これ。この流れがあって。毎週面白いですわ。本当に私のために立ってんじゃないかっていうぐらいね、 俺とクナスレですよあとこの「俺れとくな」この「週1」っていうねでそんな楽しいスレでいろんな話題があるんですけどゆりねのねまあ一気に比べたらはっちゃけてるよねっていうねそれは嬉しいんですけどメデューサーにいたずらするのが意外だったっていう人が結構いてあそうっすかまあでも確かにね一気よりはすごく他人行儀感が激減したユりねさんですけど前回のあれを見てて意外に感じられた人も結構いたみたいですこれは自分だけなのかもしれないけど もビッチなのかうんビッチねまあ意地悪女とかそんな感じ普段そんな振る舞いを見せていない時でも邪神ちゃんを拷問したりするのが好きでメデューサに残酷ないたずらをしたうんまあでも確かに言われてみれば珍しい場面かなあんな風にメデューサをひっかけてでやりすぎちゃったかしらみたいなのは意外っちゃ意外かでねまあ <laughs> それはまあそんな風に思う人がいるかなっていう感じだったんですけどそれに対して邪神ちゃんを召喚するまで 彼彼女女がが友達のののいないい。なな負け組だったのにははは理由がある。そそしてそれは彼女のファッションセンセスではない <laughs> うん。そうなんすかね。これは原作知ってんのかなこれ前にもちょっと申し上げましたけど、ゆりねさんの昔の話って全然出ないですね。で、なんなら次回予告で、次回も、邪神、根拠多いですね。邪神ちゃんたちの子供時代の話は結構出てきて、まあそれは本当に可愛らしいし、ほのぼのするし、いいんですけど、ゆりねさんって謎ですよね。 ここれまでで回も出てきててきんじゃないどこでどうしてたんあの神保町のアパートから大学に通ってるだけの日々そんな日々送ってきただけの女子大生が悪魔を吹っ飛ばして玄関 <laughs> そういえば玄関 <laughs> 玄関が消滅するぐらいそんな能力をどうやって身につけるんですかね謎だななんでねまあご存知なのかもしれないですけどそんな風に決めつけられてますねえー、ひどい他にもひどい彼女もゴミだけど写真の方が嫌われているので目立たないだけああそうですか まあ今回特にユリネさん出番多くてで印象強いから思うのかもしれないですけどユリネはユリネで結構ね言われてますねえー、あとこれねまあいろいろ話題にはされてますけどよく怒ってる人いないなといろいろ語られてはいるんですけどあいつらは一体何が言いたいんだあの進撃の巨人はおやつに関する一食い番組でしたかまあおやつ代わりに人間を食べる巨人の話だったかっていうコメントなんですけどまあこれはねすぐわかりますよね 進ただそれがあのー、その巨人と材料にされる人民の姿を見てまあよくこれやったなという感じだったんですけどあとこれはまあこれは人によって連想するものも違うでしょうけどいろんなね、あのー、中国の歴史上のいろんな人物とか場面とか何 <laughs> で複数候補が上がるぐらいあそこでは人間ハンバーグ多いんですかね。でそういうコメントに対する返信で皇帝は人民の苦しみを材料に壁を作ったとかっていうね。 これ Great ってありますけどねもしかしたらあの万里の長城の方に触れてるのかなわかんないですけどね。あとこれね、こいつら耳の痛いこと言いやがってっていうね、この国は未成年には甘いからなっていう、もうそういう社会の甘さ、法の運用の甘さを逆手にとって、自分たちは悪事を働いてますよということを自覚している最悪に立ち悪い悪ガキどもですね。で、それに対して、この作品の社会に対する深い発言が大好きであると。 まあ結構あのね、税制についてもね、なんとか税もなんとか税もみたいな時もありましたし、あとオリンピックボランティア、一日やって1000円もらえるぞみたいな、あれは結構ね、国内のまとめサイトの方で反応大きかったですね。だいぶ踏み込んでんなみたいな、いうの話題になってましたけど、まあ毎回毎回よくね、前回はその悪ガキどもの、自分たちがいかに法律上優位な立場にいるかというコメントによって表されていましたと。結構皮肉聞いてたり、あとビターなことを急に すっと物語の隙間に流したりするのはこれも筆屋さんのセンスなのかなっていうね一応ほのぼのとして和気あいあいで可愛らしいで華々しい場面でもすっと急に一瞬なんか今通ったなみたいなちょっと冷たい風が吹き込むみたいな瞬間があるのは何なんだろうなでこれねそういやびっくりした同じじゃんっていうねよくこれ知ってる人いたよなキリヒトか まああの、まあ元ネタがかかってもなぜこれにしたっていうんですけど、まあいろんな人がわけわかんなくて、まあ訳わ,わかんないことたくさんありますけどね、この作品の場合。困ってるところに。で、あとあのハンバーグのネタですね。これが冗談でしかなかったのが残念っていうね。あと、邪神ちゃんですね。その、でも全然ありますけどね、邪神ちゃんのひき肉ぐらいだったら、そのひき肉に本当にはなっていなかったことを嘆かれてた邪神ちゃんですけど、 まあ急に思い出したようにね、ポソッと誰かが、このゴミラーミアに恋してしまったっていうね。いや、これね、まあその恋してしまった人が払えれてるから、そらそうなんでしょうけど、いいところのスクショを持ってこられたなぁ。可愛らしいなー本当にこれ <laughs>、迷惑でしかないんですけどね。あの、酔っ払って予算地に上がり込んだ時のですけど、まあこのガマ口ぶら下げてんのといい、寝相といい、表情といいね、いちいち可愛らしいなー本当に。本当ムカつきますよね。 あと、この週一スレに関してね、他にも喜んでる人がいて、自分は数週間前、第7話で見るのをやめた。あと2週間、自分もみんなの会話に参加できるぞ、ということで、わざわざ視聴を止めて、しかも2週間、待ってでも、このスレに参加して、みんなと一緒に、見立ての状態で会話に参加したいという人いますね。まあ多分そういう重要が多いんですかね。レディットとかマイアニメリストの街頭のスレに書きに行けばいいじゃんって言われるんだけど、見た時の まあ見て、じゃあ見てすぐ鍵に行けばっていうね、いうことかもしんないですけど、まあでもやっぱり週一で見て、で、見終わった人から集まってきてね、っていうのが、まあなんか習慣が染みついてるんですかね。で、出ましたこれ。これね、前回、前回じゃないこれ。水着会だ。水着会のネタが今更解明されまして、1個。これ前々回ですよね。ちょっと待って、確認しよう。あ、前々回でもないわ。前回6は、前々回5は、全然前回。君の全々前回。 まで行くはあ。で、どこだっけな、これ。あ多分だけど、お前、ライバン買いますののくだりだな、確か。これ、本当に一瞬だったんですよね。これはよっぽど、細かく見ていかないと、特定できないな。ここだ。いや、これ、わかる人いるっていうね。私もわかんなかったですし、う、は、ん、あ、本当に何秒っていうぐらいの。はあ、何のことっていう、たった一言のところだけのネタなんですけど、これ、奇跡じゃないかなっていうね。これ、わかってから私、調べたんですけど、 あの、はあ、何のことって言ってる時のきの邪神ちゃんのあの顔とポーズドローンちびまるっすってうんドローンちびまるでしたって言われてああドローンちびまるねって <laughs> 言う人いますやっとわかったわってなんないぐらい誰も知らないですよねでも確認したら間違いないですこれドローンちびまるっすわだからなんでキリト参加だったりドローンちびまるだったりするのだこれね6話のそれですからね4話のネタが 6話のスレになってやっと解明されると。この本当に2、3秒のシーンで出てきただけの。で、これ、そっか、じゃあ、この人どうやって気づかれたんだろうと思って、ドローンチビ丸る邪神ちゃんで調べたんですけど、もう誰もいなかったです。答えから逆算して探してもいないってことは、もうこれは誰も気づいてなかったってことでしょうね。恐ろしいですね。日本人でも誰一人気づいてない、まあもしかしたらね、どっかのスレにいらっしゃるかもしれないですけど、びっくりした。<laughs> これがリリースされたの1955年っていうね、65年前のネタを今2、3秒だけ繰り出してくるって、絶対わかんないですよね。これは本当なん、うん。もうこういう引用元を当てるのの天才みたいな人がいるんですかね、世の中には。信じらんないことありましたね。っていう感じですね。まあ相変わらずね、邪神ちゃんのすれはみんなワイ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 。まあ本当に適当だったり、お前何も考えてないだろうみたいな。 コメントとか、あと、関係ない方向に脱線していったりとか、いろいろあるんですけど、まあ、それはもう本編も似たようなもんだし、本当に邪心チャンスれらしくて、で、何よりみんな楽しそうでね、毎回楽しみにしておりますが、さて、そんなリアクションディスカッションで、今回、どの辺が話題になりますかね。ピノさんね、はーん、へえ、意外だわ。これか、この金色の衣まといし、はい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 。うーん まあこれは私でもはっきりこれとは言えないですけど、まあやたら長くて指摘ではあるけど、さて食べ物の名前として説明になってるかなっていうね。食材にも味付け方法にも一切触れてない名前ですけど。で、これが後で誰かさんの手によって改変されると、急に往年の名作方面に片足つくむと。あっちはわかるかなって感じですね。あとこれはベイトさんに食べてはいけないものを素わけに見えるのはあの人ですよね。だから今回は持ち回りで、 ベートンのゆりねとかなんでそんなことしたのかわかんないですけどベートンのゆりねとかベートンのミノスとかじゃなくてこれはあの人ですねっていうねまあでもうんこの二人がこんなところで張り合うぐらいの共通点を持っててもうピノさんもあれだけね作れれりゃいいと思うんですけどねこいつに拮抗すしてるだけでもすごいですけどあとあのー、ゴミ <laughs> ゴミアプリというけどねあとこれだこれなんだったんだまあこれはこの BGM って使っていいんでしたっけうん あの映画が元ネタなのかなっていうぐらいのやつかな私もこの画像を見た瞬間に c、G、キン目線に頭を占拠されて、ロールドケーク。うん。まあこれはお菓子のネタをここにも引っ張ってんのかなロールドケーク。うん。アプリで転売のネタも、今この時期だから無意識にこじつけてしまうんですかね。毎回何かしらね、思い出させるものが出てきますね。でも <laughs>、でもこのひねりはなかなか、ああ、予想してなかったな。自分が転売されて、 そっかと。でも言 <laughs> まあそんな常識は通用しない人なの分かってますけど、ジャシンちゃんが売られてないかなって検索するやつ、まあこのように一人しかいないですよね。でパンダ人間ね、好きですね。一気の時からですもんね。懐かしい。これも懐かしかったし、これの後にあのね、玄関先でのくだりだったんで、一気のことめっちゃ思い出したな。この何の色も塗られてない、真っ白のパンダ人間が机にただ、立たされてんの、シュールですね。 で、これ意外でしたね。本当にこれ、うん。まあ料理も意外だったけど、プラも、ほ、は、う、あ。そんなものお首にも出てなかったけどな。で <laughs>、うん。でもこれはやっぱり成長しないわけじゃないんだな。邪神といえども。さすがに靴ぐらいは予想しているか。うん。いやこれはね、うん。頑張ったと思いますね。これまでの進歩のなさに比べたら一歩進んだな。でもその一歩をもう一度繰り返さないといけないって、もう見えてんのになぜ。 認識でできないですかねこの人は。<laughs> で、このね、今回のゆりねさんのこの殺害方法、いや、これはシリーズ中、一気に機含めてもかつてないぐらいえぐいっすね。で、こうやってパッと見ると、特にあの、2人いると思っても違わかんないんですよね。本人がそのまま2つに分裂したように見ようと思えば見える。なるほどね、このパンダ人間がただ張り合わせるだけの超単純構造だったのが、まさか自分がその姿になるとはっていうね。で、キョンキョンさんですね。 まあ久々ですけど、本屋で働いてんのか。なるほど。どこに住んでんだ本屋の2階とか。で、まあ、はい。お姉さん出れんのっていう。なんで出れんのに、いつも真ん中に入ってんだあと細かいんですけど、へえーと思って意外だったのが、もち米なんだ。まあでも日本でもね、魔よけの時に、塩か米ですもんね。膜のって。まあ米に宿ってるエネルギー、生の力。で、負の力である、ああいう、明快のものを追い払うのか。へえ、ち米なんだ。 あと、湿気取るっていうのは多分あるでしょうね。塩と米は。あと、常温で備蓄できるので、腐らないので、なんとなくそういう聖なる力が宿ってるように感じられる。見た目が白いし、綺麗、みたいな。わかんないですけど。ああ、でもね、なるほど。これは、いい情報聞いたな。基本誌追い払うときは、もち米か。で、いや、今回もね、あの、3話でしたっけ歯医者さん行くとき、ぐらいの、あの、多彩な邪神ちゃんさんの、 いろんな顔芸、声芸、堪能させていただきましたね。<laughs> おこわ。おおこわ。これはな、きょんきょんさんがこういうキャラだったんで、ものの見事に、フルスイングでダメージ与えられましたね。じゃしんちゃんさん。受けるとか滑るとか以前に気づかれないギャグだと認識されないとき。あ、ここだ。これ何なんすかね。この <laughs>、これ字幕、翻訳、どうしますかね。おこわ。おこわってなんて言うんだろうな。まあ、まず、元の言葉をどれを採用するかから。 始まりますけどね。おこわの役として何を選択するか、もしくは全然変えちゃう。で、ダジャレになっていればとりあえず、意味が通じることを優先する。じゃ、がなんか、ダジャレ行って滑った、滑,った <laughs> 滑るまでもいかなかった、気づかれなかった、ということがわかればいいので、おこわにはこだわらない。わかんないですけど。そう、その、きょんきょんさんに大丈夫ですかっていう、そんなにブンブンやって腕もげないですかっていうぐらいの、高速お手振りで、見送られて直後の場面転換の時なんか元ネタありそうな、 感じだったなでゆりねだけめっちゃウケるねゆりねも邪心ちゃんのギャグだと大爆笑するっていうねまあ最悪に敵対し合ってるんだけど変なところでお互いになかなかこんな人珍しいぐらいねツボだったりしてまあすごくいいオチでしたねでそのポストクレディットね <laughs> あのギャグがここで供養されるっていうねうんでペコラさんねっていう今回でしたか まあ、ピノさん久々に割と長いデバありましたんで、なぜ登場して間もないこいつがで、登場して以来特にそんな人に好かれるようなところあったかっていうね、なんですけどね、すでにファンがいる。で、多分今回で、まあもうちょっとファンというか、まあ嫌がってる人は減るかな。意外となあ、ゆりねさんに、花園さんにか、持っていこうとかな、なんなんだ。やっぱ人間界来ると変わるんすかね これが人間界の空気に染まった結果なんだろうかじゃあ展開ってどんなとこなの血も涙もない殺し屋しか生きていけないような。ペコラも最初はね、ピノたちに教えたのが悪魔を見つけたらすぐ殺せって。う、は、ん、あ。まあ一気の本当にね、序盤はかたくなでしたけど、今やこれが染まるってことなんですかね。人間界に。まあまたね、それでファンが増えそうかなっていうね。ピノさんの意外なところと、あとまあゴミール下り。うん。で、あとはこの。 もうおなじみのパターンのいたずらのくだりとあれで, <laughs> あれで,で最後はどう説明ったんだろうな本当にドロップキックでコッパみじんと思ってたんだろうかっていうところときょんきょんさんとですかね割と反応きそうかなっていうところとあと今回そんなにめちゃくちゃわかりにくい古いとかマイナーな元ネタで やっと知ってて成立するかなっていうようなところはなかったですよね。割と軽めだったかな、そっちの方は。なんですけど、まあ、あの、ボンボンとかね、青き衣をまといてっていう、あの辺とかも、まあ、気づかれるでしょうけど、どういう感じで受け止められるかね。っていうところですかね。また気になるのは。なんで、またその辺のところを次回見るまでの間に、いろいろと見てもらって、また何か面白いことがありましたら、お話ししようかなと思ってるところでございます。 っていうとこですかね今回はそんな感じでジャシンちゃんドロップキックダッシュ第7話を見ていきましたお付き合いいただいた皆さんありがとうございましたまた次回でお会いしたいと思いますそれではまた